2020年のサソリ座の運勢。明けましておめでとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。サソリ座の2020年についてお伝えさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。新しい知恵を生かして報酬に結びつけられる1年となる可能性があります。ヤギ座に木星が来ているんですけれども、サソリ座から数えますと第3番目のハウスに木星や土星、冥王星が動かない星としてありますので、新しい勉強知識を生かしたことでハッピーを手に入れる可能性があります。メールとか連絡ツールっていうのも、この木星とかちょっとまだ攻め合わせもありますけれども、配置としては交流が増えるタイミングとも言えますので、コミュニケーションツールを生かしたアピール方法が大切になるのかなというふうに思います。ちょうど1月には太陽が第3ハウスを動いていくんですけども、この4番目の軸に太陽が動いていって、2月はここをずっと動くんですけれども、さそり座さんの立ち位置というか、これまでの居場所がガラッと変わってこられるのが、まあ2月あたりになるかなというふうに思います。この天王星とも配置が T 字スクエアといって、ここにも太陽があるとすれば、天王星と180度になりまして、前半の方は特にですけれども、この T 字に天体が刺激を与えていきますので、対人関係がガラリと変わる可能性があるわけなんですよ。今までこの4ハウスってルーツというか、今までの過去からのつながりとか人間関係も示しますので、特に2月は、まあ、お仕事関係のということなのかもしれないんですけども、お仕事に関わる対人関係がガラリと変わってこられる可能性があるかなというふうに思います。2月はこの金星海王星の配置図からも、恋愛や芸術にのめり込む可能性がある時期ですので、もし恋愛がある人はあんまり自分の思いだけで突っ走られずにされる方がいいんですけども、アピールは必要になるので、相手の欲しいと思っているものを与えるっていうことができれば、恋愛はこの時期いいのかなというふうには思います。天王星も約7年第7ハウスを動きますので、ちょうどここ数年の間はですね、人付き合いとか交流の仕方がガラリと変わってこられる時かなというふうには思います。3月のあたりは自分の世界割とのめり込まれるようなタイミングにもなっていますんで、天王星金星も近くなってきますから、このあたりは
しっかりとしたコミュニケーションが必要なタイミングになります。サソリ座さんは感情表現が不器用だというふうにも言われていますので、手紙になんか書かれたりとか分かりやすい表現を使われることが大切になるかなというふうに思います。思っていることをこう素直に伝えられる方がうまくいくのではないかと思います。3月の22日に一旦この土星が水瓶座に入ってくるんですよ。でちょうどこの火星とも入ってくることから、家族とのトラブルっていうのは結構気をつけないといけないタイミングになるんですけれども、でその原因のようなものもお仕事に関わることがきっかけとなる可能性もありますので、うやむやなこう表現によっていろんな誤解が生じたりとかされないようにちょっと注意が必要になってきます。4月はちょっとお仕事のねハードスケジュールになる場合もありますので、体調面などもご注意ください。5月になりますと人間関係のことっていうのが良くも悪くも変化改革して来られるタイミングになりますので、本当にガラリと状況が変わられる可能性もちょっとあるかなと思います。これまでお付き合いされていた方との交流とか関係の変化っていうのが結構大きくあるのではないかと思いますので、関係性がまあ変化していくのは普通のことだと思いますので、うまく関係を継続させたい場合は細く長くお付き合いができるようにメールとか連絡ツールっていうのを大事に使われると良いのかなというふうに思います。6月のあたりも人との協力体制が必要になるんですけれども、ちょっと合わせないとうまくいきにくい配置にもなってますので、できるだけ調整して合わせていかれるようなことが大切になります。1年を通してちょっと楽な方に行きたい気持ちになる時期ではあるんですけれども、学んでいかれることでうまくいく時でもありますので、目的がある方は休憩しながらも継続させていけるようなスタイルが必要になるかなと思います。サソリ座さんはキーパーソンとなる方が必要になるタイミングでもありまして、2020年の12月あたりから以前のご縁であったりとか尊敬できる相手からの言葉なんかも今励まされる時になってますんで、そういうコミュニケーションによって元気をもらっていただければというふうに思います。ルールとか取り決めは守ることが必要なんですけれども、例えば副業であったりとか報酬アップにつながるようなアイディアをうまく出されていかれると生活が結構楽しくなっていくのではないかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。
もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。高評価やコメント欄もどうぞよろしくお願いいたします。画面の QR コードより、@LINE山田アリス事務所とお友達になってね。この番組は、山田アリス事務所の山田アリスメディアです。YouTube の公開を通じて、あなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。